元町公園は神奈川県横浜市中区元町にある都市公園である。元町商店街から山手にかけての宿と呼ばれる地形に位置し、西洋館やプール、球道場などが配置されている。1868年頃、フランス人実業家のアルフレッド・ジェラールは居留地77番と呼ばれたこの地を取得。湧水を活用した船舶向けの給水事業や、 ジェラール瓦と呼ばれた、西洋瓦の工場を開設した。ジェラールが1878年に帰国した後も、後継者により創業が続けられたが、1907年に工場は売りに出された。1920年に、対象活営の映画撮影所、1922年に日本人によるジェラール給水会社が設立された。1923年の関東大震災では、 設備が損壊したが、水源は被災者たちを潤した。1927年、横浜市はこの土地の永代借地権を買い取り、1930年に公園とした。開園当時より、横浜市青年連合団の提案により、プールが設けられている。当初は井戸水を使用しており、水温が冷たいことで知られていたが、後に水道水に切り替えられた。 1931年に5人立ちの道場としてプール隣接地に建てられた旧道場は第二次世界大戦後の接収を経て1953年に使用を再開したが老朽化のため1970年に建て替えられたその後1980年に増築が行われている本公園の一部は フランス人実業家のアルフレッド・ジェラールが事業を行った土地であり、給水施設群はジェラールの水屋敷と呼ばれている。元町側入り口付近には船舶給水事業に使われた下部貯水槽が公開されている。上部貯水槽は関東学院大学の研究チームにより、公園内のプール付近の地下で発見されている。更衣室などが入るプール管理棟には、 ジェラールが製造した瓦が使われている。巨留外国人からは、山手一帯は切り立った崖を意味する、ブラフと呼ばれていた。ジェラールの要望により、雨水が宿に流れ込まないよう、ブラフ港と呼ばれる、排水港が設けられ、土木士を伝えるため一部が園内に保存されている。大正時代の短期間ではあるが、大正活営の映画撮影所が開設されていた。 ことからその石踏みが混流されている。横浜が日本における塗装業発祥の地であるとして、1957年に塗装業界より我が国塗装発祥の地記念碑が市に寄贈された。園内には約100本の桜が植えられ、春には花見が楽しめる。公園内に関東大震災で被災した山手80番館の以降、エリスマンテイベイリックホールが 山手本通りを挟んで山手234番館がある。この内現存する三棟は横浜市認定歴史的建造物に認定され内部を一般公開している。スイス人貿易省の邸宅として1926年に山手127番地に建設された。1982年に解体された後、1990年に公園内に移築、復元された。 イギリス人貿易省の邸宅として1930年に建設され、彼が亡くなった後セントジョセフ・インターナショナル・スクールの寄宿舎として使われた。閉校後に市が取得し、2002年より一般公開されている。1923年の関東大震災後に市外に移った外国人に横浜に戻ってきてもらうべく建設されたアパート。1999年より、 一般公開されている。かつて幕岸夫妻が暮らしていた住宅で、明治末返し対象初期に建てられたと推測されている。元は3階建てであったが、関東大震災で崩壊もしくは損壊し、地下部分のみが残っている。レンガの壁は鉄の棒で補強され、耐震性を考慮されていたにもかかわらず、関東大震災で被害を受けたことから、震災の大きさを今に伝える意向となっている。 東側は、貝殻坂を挟み、横浜外国人墓地に接する。北側に出て、水屋敷通りを200メートルほど進むと、元町商店街に突き当たり、右折した先に、元町、中華街駅がある。南側は、山手本通りに接し、元町公園前は指定もこの通りにある。山手本通りを東に進むと300メートルほど先で、港の見える、丘公園に突き当たる。 ブリキのおもちゃ博物館や岩崎博物館も至近距離にある。本公園と合同で日本の歴史公園100選に選定された港の見える丘公園、山手イタリア山庭園、山手公園はいずれも徒歩県内にある。山手80番館に関するカテゴリー。ありがとうございます。